振り返ってみると、なんて仕打ちを受けていたのだろう。今日は思う存分昭和事件史サイトの続きを見てのんびり過ごすんだ。まだまだ読めてないとこ多いし。うわ、それにしても怖い人に目をつけられるのって本当に嫌だな。私も体験中だからよくわかるし。ああ、久しぶりにこの部屋に来てくれたね。君が来てくれること、この日をどんなに待ち望んだことか。あれ、どうしてそんなに疲れてるの？それに服も少し乱れているような。地獄です。地獄だと？なんてことだ、許せん。お前、地獄の意味分かって言ってんのか。正直よくわからない。でも事故の親戚みたいなものだろ。サイトに一体何をされたんだ。事故でも事故でもねえよ。例によって抵抗しやがったから無理やり引きずってきただけだ。当たり前じゃないですか。そりゃ抵抗しますよ。今日は日曜ですよ。たまの休日くらいゆっくりさせてください。あんたは年中ゆっくりしてるじゃねえか。私はゆっくりしてていいんです。リア充じゃないんだから。でもあなた方リア充じゃないんですか。休みの日は森で集会とかあって忙しいはずなのに。僕リア充ってよく分かってないんだけど、それは森に住む妖精か何かなのかな。あいつの言うことは聞き流しとけ。日曜の過ごし方なんて人それぞれだろう。集会じゃなければ何をしているのですか。場所代の回収ですか。
意味わかんねえよ。ミキは相変わらず服ばっか作ってるし、俺は俺で今日はバイトだよ。バイト？資金洗浄のためですか？バイトの時給程度で何を洗浄すんだよ。最近は結構物入りだから休みの日もシフト入れてもらってんだ。そうなんですか。大変ですね。一言みたいに言いやがって。何のためにやってると思ってるんだよ。はい？なんでもねえよ。俺はもう出なくちゃいけないから、今日は二人でこの DVD でも見ながら練習してろ。何です？これ、正しい歩き方講座？サイト、決められた道を歩くんじゃない。自分の踏み出す先こそが道になるんだ。それで歩き方なんて学んでどうしろと？ウォーキングはモデルの基本だろうが。あとこの DVD には猫背矯正のレッスンもある。あんたはまずこっちを直してもらわないとな。でも背筋なんて伸ばしたらますます背が高いのが目立っちゃうじゃないですか。目立っていいんだよ。むしろ目立たなきゃ困る。おっと、こんなこと言ってる場合じゃない。あんたが抵抗したせいでこっちは遅刻寸前だ。そんなこと言われましても。じゃあ右、そいつの猫背が治るまで責任持って練習させろ。もし俺が帰ってきた時点で少しでも改善が見られなかったら闘魂ピンって食らうすからな。うわ、すごい横暴なまま行っちゃいましたよ。うん、ビンタは嫌だな。すまないけど、ここはサイトの言う通り練習してもらえるかな。まあ仕方ないですね。猫背はいけません。猫背は新陳代謝を悪くし、気持ちを落ち込ませ、さらに老化も早めます。いわば猫背を治せばあなたの魅力が 30% を増します。猫背は絶対に治すべき。ファッキン猫背。私、この人の言うことはちょっと信じられません。いやいや、背筋は大切だよ。どんな有名デザイナーの服でもやはりピンと背が伸びたモデルでないと映えないからね。はあ、猫背を治すには踏み台昇降運動がおすすめ。さあ私と一緒にスペースを踏みましょう。よし、 DVD を見ながらやってみようか。結局運動することになるんですね。この努力はきっと君を裏切らないはずだよ。背筋が伸びることで見える世界も変わるはずだ。まあやれと言われてるのでやりますけど。あ、でも踏み台に使えるものはありますか？
そういえばそうだね。ちょっと探してみよう。これは段ボールだな。これもダメだ。あ、これならいいかもしれないぞ。この木箱ぐらいしかなかったよ。とりあえずこれでやってみてくれるかい？はあ。あの DVD の通りなら1セット3分だね。わかりました。そのくらいなら大丈夫じゃないですかね。よし、それじゃスタートだ。ぐっ、きつい。よし、3分経ったよ。一旦休憩。疲れた。休憩が終わったらあと5セットだね。もうこれ以上無理です。頑張るんだ。これは君の美がさらに輝くためなんだ。よし、休憩はここまで。踏み台再開だね。わかりました。怪我はしてない？痛みはある？それは全然ないです。大丈夫。でも箱の方は大丈夫じゃないですが。確かにこれは修復不可能だね。箱も壊れちゃいましたし、踏み台運動はひとまず中止ですね。いや、半端なことはダメだ。こういうのはやりきらないと全てが無駄になる。
でももう踏み台に使えそうなものは他にないんですよね。そうか、そうだったね。だから踏み台運動はできないですし、今日はもうこのくらいで。仕方ない。こうなったら最後の手段だ。は？え、なんで馬の格好になるんです？僕を踏むんだ！え？大丈夫、僕だって男だからね。それに君が相手ならいくら踏まれても我慢できる。さあ来い、僕を使って踏み台運動をするんだ。じゃあ試しに。遠慮する必要は全くないよ。むしろ思いっきり踏むといい。わかりました。ミキさん、やっぱり。いいからもっと来てくれ。体重をしっかり乗せないと姿勢は矯正できないんだろう。まあ DVD の先生はそう言ってましたが。そうか、これはチャンスなんだ。こうやって誰かを踏みつけるなんてめったにできないわけだし。それじゃあ力いっぱい踏みます。私頑張ってミキさんを踏み続けます。それだよ。ごめんなさい、今ちょっとかかと入りましたね。
いや、これでなかなか。大丈夫ですか？さっきみたいに時々かかとを入れるのも運動になっていいんじゃないのかな。そうでしょうか。それじゃあちょっとやってみますね。頑張って。足を踏みながらかかとを。昼休みを潰して様子を見に来てやってんのに、一体どういうプレーだそれは。それは俺は猫背を直すレッスンしろって言ったよな。 DVD の中では男を踏みつけて直せって言ったのか。いえ、その踏み台運動がいいと言ってたんですが、そのちょうどいい台がなくて。ほう、なるほど。で、どっちが幹を踏み台にしようなんて言った。それはなんだい、サイト、もしかして変わりたいのか。残念ながらこの役割は譲らないよ。彼女の役に立ててることに僕は幸せを感じてるんだからね。言い出しっぺか。そんなに痛い思いがしたいなら俺が存分に味わわせてやるって。いや君は対象外。I don't care, baby. Can you see? It's my time to go.